お米を透き通るまで炒めるんで。こんなもんかいかがし、お米が透き通るって。お米が透き通るってこんなもんか。もうちょっと炒めるか。もうちょっとじゃない。なあ。もうちょいか。こんなもんかしらね、五十嵐先生は。ちょっと残ってるけど、まあ、そのもんじゃな。玉ねぎを透き通るまで炒めたから、次に米を透き通るまで炒めるね。このままやってみようか。腹も減ったし。こっからが勝負なんだよな。傾くな。新聞紙かなんかないかしらね。上から見らんないんだね。堺の市役所の上から見ると、ちょっと新聞紙かなんかないから、関口。もうちょっと。ちょっと写真撮ってないです。今、勝負なんだ。